2アウトランナーありません。打ちました、流しました、これはどうか、ヒットになりました。ランナー出ました、ドラゴンズです。2アウトランナー1塁、打順は8番村松、ヒットでランナーを1塁に置いています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。これが2球目、変化球がインコースに決まります。低め、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込みました。インサイド落ちました、これはセンターに抜ける、ドラゴンズチャンスになりました。2アウトランナー2塁1塁、さあバッターボックスには先発の松葉が入ります。ここは代打で点を取りに行く場面ですけどね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。インサイド落ちました、これはセカンドの右抜ける、ホームに送球、これで3連打、2アウト満塁です。打順はトップに帰って春下げ、チャンスが広がっています。さあドラゴンズ点差を縮めていこうかというところ、ファウルです。外の低め見極めます。外、ワンボールツーストライクです。アウトコースはこれは外れた。一二塁間、ライト前へ抜けていく、ホームに送球する、サードランナーがホームに帰ってきました。ドラゴンズ1点返しました、4対1、さらに満塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を縮めます。こういう場面で1本出るとチームにも勢いが増しますからね。ここで得点が入りました。さあそしてバッターボックスには板山が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面、ここで1点でも返せればまだまだ分かりませんから、なんとかものにしたいですね。なるほど、そうですね。さて赤星さん、この板山対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左ピッチャーを苦手にしているということはないと思いますね。ああそうですか。インコースへ大きく外れます、ストライクが入りません。内へ、これは決まった。これが5球目、内のボール打った、いいところに飛んでいる、掴んで3アウト、反撃はここまで。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう、しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。2回終了4対1、ドラゴンズが追い上げています。
崎さん、現在3点のビハインドなんですが、この後の展開非常に重要になってきますね。まあ今日のベンチワークとしては、この先発投手をどこまで投げさせるのかっていうところがキーポイントになってきそうですね。交代のタイミングですね、注目です。少し変化しました、ストライクです。ノーボールツーストライクです。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには6番石原、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席はいい当たりでしたから、タイミングは合ってると思いますね。ここは注意していかないといけないでしょうね。そうですか。まずはワンアウトを取っています。打席には7番バッター菊池。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。2アウトランナーありません。さあ2球目は何か、空振りになります。ノーボール2ストライク。インコース、これは外れます。切れていきます、ファウル。これは内へ外れます。6球目は何で来るか、打ちました。この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、2アウトランナー二塁。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。ファウルになります。さあ3球目は何か、引っ張った、一塁線破っていった、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、カープ1点追加します。5対1ドラゴンズ、もうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。さあ打席には先発の玉村が入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、ショート取った、一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回カープ1点を追加しています。5対1、カープのリード広がっています。これから3回の裏、ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。高橋がバッターボックスに入ります。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。ドラゴンズビハインドで迎える3回の攻撃です。打ちに決まりました。空振りになります。ワンボールツーストライク。低め外れました。
サー仕留められるか。インコース打ちました。いいえ、一二塁間を破る。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは4番細川。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。いきなり牽制、一塁はセーフ。今のは打ちに行かないといけないボールでしたよね。そうですね。チェンジアップは入りません。ファウルになります。打った、センターに大きな打球。これはどうか、センター掴んでワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、どうでしょうか。早々に予想外の降板となりましたカープベンチ。マウンドに上がるのは2番手の堀江、5番バッターディック。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ワンアウトになっています。大きいのを狙うなら今のボールでしたよね。はい、そうですね。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。ボールになります。次が4球目、見逃して三振になります。追い込まれていたわけですから低めでも打ちに行かないといけませんよね。はい、長打の期待もありましたがあえなく三振です。6番バッター福永、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトランナー1塁です。ライト方向を流しました。これはどうか、ライトの前、あっという間にライトへ。ドラゴンズチャンスになります。2アウト2塁1塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを置いています。追いかける展開になってますから。少し打ちました、取った、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3回終わって5対1、カープがリードしています。回は4回の表に入っています。カープ打順よく1番から始まります。バッターは秋山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやー、さっきはやられてしまいましたよね。はい、ドラゴンズビハインドで迎える4回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあこれ以上の失点はね、チームも自分も苦しくなりますよね。粘りの投球ができるんでしょうか。次が3球目、インコース決めてきた。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。フェアかファールか、わずかに右に切れました。ファールボール、高め外れました。次が勝負ですね。はい、打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、
ライトが取りました。ワンアウトです。2番バッター野間、今日は盗塁を一つ成功させています。松葉、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、次が2球目、引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。打席には3番バッター上本、さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきた。高め打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁、バッターボックスには4番小園、今日は盗塁を決めています。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目は何で来るか、インコース決めました。3球目打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。これでマルチヒット、2アウトランナー2塁1塁。さあ、そして打席には堂林が入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。なるほど、そうですよね。これが2球目、打ちました、取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5対1、カープがリードしています。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。打順は8番村松、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ドラゴンズビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ、赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、まあこの辺りから詰めていかないとだんだん後がなくなってきますからね。そうですね。